皆さんおはようございます。キリスト教センターの柳川です。今朝はですね、宣教者パウロ女子会に挑むというタイトルでお話をさせていただきたいと思います。宣教者、宣教ですね、伝道とか布教とか言ったりしますけれども、神の言葉を多くの人々に述べ伝える働き、それが宣教や伝道という言葉の持つ意味です。で、今日はですね、かつて約2000年前に地中海世界をめぐって旅をし、人々に神の言葉を告げ広める役割を担ったパウロという人物のとあるエピソードを皆さんにご紹介したいと思います。まず聖書を一箇所朗読します。新約聖書使徒言行録16章6節から15節。さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいとパウロに懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを招いておられるのだと確信したからである。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスに着き、そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民地であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈りの場があると思われる川岸に行った。そしてそこに座って集まっていた女たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を扱う商人で神を崇めるリディアという女も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時、私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って無理やり招き入れた。ここまでです。さて皆さん、今現在世界にはどれくらいのキリスト教の信者の人がいると思いますか？さあ、どれくらいでしょう？5000万人、いや1億人。実はおよそ22億人ものキリスト教信者がいると言われています。これ世界人口の3割を超えるというとてつもない数字なんですよね。3人に1人以上の割合で世界にはキリスト教徒、クリスチャンがいるという、そういう計算になります。しかしそのように今や世界的規模の宗教となったキリスト教もですね、かつてはほんの一握りしか信者がいない、いわゆる新興宗教でした。ユダヤ教という民族宗教から派生した小さな小さな共同体であるキリスト教というセクトの教えが後にギリシャ、ローマ世界へと伝わり、そして次第に一宗教グループとして勢いを増していくことになるわけなんですけれども、その勢力拡大の一端を担ったのが先ほど名前を挙げましたパウロという人物だったんですね。さて、こちらの地図をご覧いただけますでしょうか。先ほどお読みした使徒言行録16章の時点でパウロたち宣教グループは現在のトルコの中央部であるフリギアとかガラティアと呼ばれる地域にいました。彼らはすでに実は1回この地域を訪れているんですね。そしてそれによって多くのユダヤ人、またギリシャ人たちがパウロたちの仲間になっていたんです。この時2回目にこの土地を訪れたパウロ一行は、かつてその地域に生まれた
キリスト教のコミュニティを再び訪れてですね、そして仲間たちを励ますという、そういう目的を持って旅をしていたんですね。しかし今日の箇所の6節には次のように書かれていました。彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられた。聖霊から禁じられたというのが抽象的すぎて何が起こったのか正確にはわからないんですけれども、おそらく想像するに何か円滑にことを進めることができないトラブルのようなことが起こってしまったのだろうと思われます。それで彼らは、しょうがないからということで方針を変えて、これまで行ったことのない新たな地へと出向いて、そこで神の言葉を述べ伝えようと考えました。旅を続ける中で彼らはですね、エーゲ海沿岸にある港町トロアスに到着したんですけれども、その日の夜パウロは幻を見たそうなんですね。幻というのが夢のことなのか、それともその目で見たのかは分かりませんけれども、パウロにはある一人のマケドニア人が立っているのが見えたそうなんですね。マケドニア人、新約聖書という書物はギリシャ語で書かれているんですけれども、そのギリシャ語の本文を見てみましたところ、マケドニア人ではなくてマケドニアの男性というふうに書かれていました。どういうわけかはっきりと男性と書かれているんですよね。でこれがまた後ほど生きてくるんですけれども、そのマケドニア人男性が幻の中でパウロにこう語りかけたんです。マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてください。そこでハッと意識を取り戻したパウロ、彼はすぐに仲間のところに行って彼らのことを説得しました。おい、みんなちょっと聞いてくれ。さっき俺の目の前にマケドニア人を名乗る男が現れて助けに来てくれっていうふうに言ってきたんや。これはきっと神の導きに違いない。すぐにマケドニアに渡ろう。もうそうしてパウロ一行はもともと予定になかったマケドニア州へと向かうことにしたんですね。さてマケドニアのフィリピという町に到着したパウロ一行、彼らは当然あのパウロの幻の中に出てきたマケドニア人男性を探したことだろうと思います。助けてくださいというふうに懇願してきたわけですから、もし本当にそのマケドニア人男性が実在するならば、彼はきっと今危機的状況に陥っているはずですよね。しかし探しても探してもパウロ一行はその男性のことを見つけることができません。そこで彼らは自分たちと同じユダヤ人たちが集まっているとある川岸に行きました。そこに行けば何か情報をゲットすることができるかもしれないと思ったんでしょうね。ところが彼らが実際に川岸に行ってみると、そこには確かにユダヤ人たち、またユダヤ教に改宗した者たちが集まってはいたんですが、パウロはそこである問題に直面するんですね。なんとそこに集まっていた人たちは皆女性だったんです。どうやら女性たちだけの祈りの集会が行われていたみたいなんですね。女性たちしかいなかった。それの何が問題なのか、実はパウロは女性が大の苦手だったんですね。新約聖書をある程度読んだことがある人だったら一度は感じたことがあるだろうと思うんですけれども、パウロという人の女性に対する見方、それはなかなかの差別的なものなんですね。例えばコリントの信徒への手紙1という書物の中でパウロはこのように書いています。女は教会では黙っていなさい。女には語ることが許されていません。律法も言っているように服従しなさい。何か学びたいことがあれば家で自分の夫に尋ねなさい。女が教会で語ったりすることは恥ずべきことです。アウト！もうこれだけでアウトなんですけれども、他にも
同じ第一コリント書にはこんな言葉も書かれています。しかしあなた方に知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神であるということです。アウト。そして極めつけはこちら。なぜなら男が女から出たのではなく、女が男から出たのであり、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。アウト。スリーアウトチェンジと、このようにとんでもないミソジニスト、女性差別主義者であったパウロなんですけれども、もっとひどいのが後のキリスト教信者たち。キリスト教はこれまでパウロの書いたこれらの言葉を根拠にして公然と女性たちに対する差別を行ってきました。いまだにそのような思想を引きずっている者たちも大勢います。まあ、はっきり言いまして、このような女性差別というのは愛と平等を語るキリスト教という宗教の汚点の一つであるわけなんですけれども、そういったキリスト教の女性差別的思想の根本をたどると、実は今ご紹介したようなパウロの女性観に行き着くわけなんですね。ただ皆さん安心してください。今回の場面でパウロは痛い目に遭います。パウロはユダヤ人女性たちの集まり、いわゆる女子会を前にして一瞬たじろぐんですね。なんで女しかおらへんねやと、苦虫を噛みつぶした表情を浮かべたんじゃないかと僕は想像しています。しかしパウロたちに託された使命は、神の言葉を全ての人に述べ伝えること。そこには女性も男性も関係ありません。なのでパウロは意を決して彼女たちの集会の中に入っていきました。えらいすまへんな、ちょっと聞きたいことあるんやけど。突然話に割り込んできたパウロたち、そんな彼らを見た女性たちはまずこう思ったに違いありません。え、何こいつら、うちら女同士で祈ってるんやけど。何、出会い目的？男連中に対して相当な拒否感を示したであろう女子会メンバー。しかしさすがはパウロさん、これまでの宣教旅行で幾多の試練を乗り越えてきましたので、相手が女性であろうが何だろうが関係ない。得意の営業トーク、いや宣教トークでバチーンと女性たちの心をつかむことに成功したんですね。パウロやその仲間たちが熱心に神の言葉、すなわちイエス・キリストの救いのメッセージを語るのを聞いて、彼女たちはパウロたちに対して心を開いていったわけです。そして今までの生き方ではなく、イエスの教えに習う生き方へと彼女たちは導かれていったんですね。宣教者パウロ、女子会に挑む結果はパウロの大勝利と思うじゃないですか。実は違うんです。このお話にはまだ続きがあるんですね。その女子会の中にリディアという名前の女性がいました。彼女は高級品である紫布を扱う商売をしている人、自分の家の家長でありました。当時はですね、家父長制社会、男性がその家の家長です。でも彼女が家長であったということは、つまり夫がいなかったということです。ですがその経済力や事業力によってどうやら一人で一家を支えていた、そんな力強い女性であったみたいなんですね。で彼女もパウロの言葉を聞いて心開かれ、そうして一家全員でキリスト教に入信することになりました。なんや、やっぱりパウロの大勝利やんと思いきや、そうでもないんですね。15節を読んでみましょう。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時私が主を信じる者だとお思いでしたら、
どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って無理やり招き入れた。ここに無理やり招き入れたと書かれているんですけども、このように訳されているパラビアゾマイというギリシャ語の言葉には、説得する、強制する、そして束縛する、押し込めるというような意味があります。パウロたちは一度は彼女の誘いを断ったんでしょう。いやいや、実はな、僕らは助けを求めているマケドニア人のある男性を探してるんや、気持ちは嬉しいけど先を急ぐことにするわな。しかし彼女は引き下がらないんですね。いえ、そんなことおっしゃらずにお泊まりください。いえ、ほんまに急いでるから。まあまあいいじゃないですか、一日ぐらい。あかんねん、時間ないねん。そんな遠慮なさらずに早いらしてください。いや、ほんでも時間が。こんなことを繰り返している間に、ついにリディアは切れてしまいました。あのな、あんたら、私がせっかく誘ったってんのにどういうつもりやねん。パウロはあんたさっき何言うたか覚えてるか。聖なる者たちに必要なものを分かち、旅人をもてなすよう努めなさいって言うてたやないの。せやからあんたら旅人のことをもてなしたろう思て家に誘ったってんのに、その態度は何やねん。私の言うてること間違ってるか。間違ってへんのやったらさっさと観念してうちに泊まっていき。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。とこんなやり取りが行われたかどうかは分かりませんけれども、結局パウロたち一行はリディアのお家に強制的に泊まらされることになったわけでありました。宣教者パウロ大敗北。まあ、何をもって勝ち負けというかはともかくとして、このようにパウロ一行は初めてマケドニアというヨーロッパ世界を旅して、そしてフィリピという町において人々を信仰へと導くことに成功しました。で、そうして何より重要なのが、これ後に分かってくることなんですけれども、このリディアという女性の家がヨーロッパ初のキリスト教コミュニティの拠点、つまり教会となったわけなんですね。パウロはおそらく以前からマケドニア、そのギリシャ世界への宣教を目論んでいたのでしょう。そしてそこにキリスト教コミュニティが誕生した時には、その教会の責任者になるのは当然男性であると思い込んでいた。だからこそあのパウロの見た幻の中に出てきたマケドニア人は男性だったのです。社会の中心である男性たちが自分のことを待っていると思っていた、その思いが幻に反映されたんでしょう。しかし実際に彼が最初にイエスの救いのメッセージを届けたのはなんと女性たちであった。そしてヨーロッパ最初の教会のリーダーになったのも女性であった。そう考えますと、この物語はなんとも皮肉な、でもどこかすっきりする物語のように読めるんじゃないかなと思うんですね。で、皆さん、先ほども少しご紹介しましたけれども、聖書という書物は男性中心社会の中で書かれた産物でありまして、でその中にはやはり女性のことを軽視する、蔑視するような記述も散見されます。またそのような聖書という書物を聖典として用いてきた教会、キリスト教世界も残念なことにその女性蔑視の悪しき伝統に縛られたまま今日まで来てしまったんですね。しかしどうでしょう、女性を男性よりも下の存在として扱う、そのような聖書の記述は果たして本当に正しいのでしょうか。ヨーロッパ最初の教会の責任者はそうリディアという女性でありました。その事実をこの使徒言行録という書物がしっかりと書き残してくれていることは非常に重要なことだと思います。また実は聖書の中にはこのリディアの他にもたくさんの女性たちの物語が収められています。自分では何も生み出せず与えてもらうことしかできない男の妻エヴァ、生贄として自分の息子を殺そうとした男の妻サラ、たくましい預言者デボラ、異国の地で
自分の人生を切り開いていったルツとエステル、イエスの母マリア、そして男性たちと一緒に過酷な状況の中で必死にもがきながら生きた名もなき無数の女性たち、彼女たちの存在を知りながらどうして聖書にこう書かれてあるからなどと言ってなおも女性差別を公然と認めることができるでしょうか。そんなことしか言えないキリスト教にもはや何の価値もありません。むしろキリスト教という宗教こそが女性を解放へと導き、そして世界に平等をもたらすよう働きかけていかなければならない、そのような責任を担っているのではないかと思っています。キリスト教が世界最大の宗教であるというならばなおさらのことです。世界中にキリスト教のコミュニティ、教会があります。またキリスト教主義の学校、大学も各地に建てられています。それらの教会で、また学校で本当に正しいキリスト教の教えが語られるならば、きっと女性も男性もみんなが生きやすい社会、誰一人取り残さない社会を実現できると僕は本気で信じています。そのためにまずは僕ら一人一人が心を開きましょう。御言葉を聞く耳を養いましょう。明るい未来に向かって僕らがまずその第一歩を踏み出しましょう。それでは一言お祈りを捧げます。主なる神よ、今日この時画面の向こうの皆さんと共に礼拝の時間を過ごせましたことを感謝いたします。今日聖書を通して教えられたことを私たちがしっかりと心に留め、自分の頭でそれを理解し、真心を持って隣人、他の人たちと共に生きていくことができるようにしてください。そして私たちが互いに手を取り合いながら、寄り添い合いながら、天の国をこの地上に実現することができるようにしてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。これで朝の礼拝チャペルアワーを終わります。最後にパイプオルガンの音楽を聴きながらしばらく黙祷しましょう。